第20回大分合同新聞社賞の表彰式が大分合同新聞社本社で行われました。こちらお願いします。名前も取りますので、今年は計12の個人団体が表彰されました。式ではそれぞれの業績を紹介した後、長野武史大分合同新聞社社長が一人一人に賞状と目録を手渡しました。この賞はスポーツを除く全国レベルの大会や産業、地域振興、科学、文化活動などで実績を上げた個人や団体に贈られるものです。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。その後、長野社長が受賞者に挨拶をしました。たゆまぬご努力と素晴らしいご業績を成し遂げられた方々にお送りするものでございます。受賞者を代表してザライ大分の店長兼総料理長梅原仁之助さんが謝辞を述べました。この受賞を糧にですね、さらに研鑽を重ね、濃い大分の素晴らしさをですね、首都圏、全国、そして世界へとお伝えできたらなと思っております。やっぱり地元に支持されているですね、こういう素晴らしい賞に選ばれるというのはですね、もう大変名誉なことですし、これを励みにですね、本当により一層首都圏、それから全国にですね、情報を発信していきたいと思いますし、うちのスタッフもですね、やっぱり6割程度は大分の出身ですので、本当に私一人が取るわけではなくて、スタッフ全員で取ったというふうにして、もう一回心を新たにですね、仕事に、やっぱり献身を重ねていきたいと思います。こういうふうに注目をしていただくことによって、また工事たちも注目していただいて、本当にそうやって認められたということは、私も使ってみようかしらというふうな、そういう方たちが増えて、工事たちが家庭の台所にどん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 またもう一回入って、新しい進出ではなくリターンというか、そういうふうに使っていただけるようになるということで、嬉しく感じております。すべての料理の根っこに塩があるので、日本料理っていうか日本の料理だけでなく、イタリア料理のオリーブオイルとも合いますし、そうやって世界中の方たちが塩麹を使っていただくようになる、麹の素晴らしさを知っていただくというか、そういうふうに世界にも発信していきたいと思います。